日。こんにちは。こんにちは。絶対これ連載でなかなかきついのあるよね。どうするか逆じゃない？なかなか今日連載ないからね、なかなかきついのあるんだよね。順番逆じゃね？順番逆？あ、場所チェンする？場所チェンしよう。いいよ。今日2人。よいしょ。よいしょ。今日2人だけ連載ないの。やばいでしょマジで。大丈夫がないよ。大丈夫ないよマジで。超辛いよね。もうね。あ、初めてじゃん出演。そう、初めて。自己紹介した方がいいよ。どうすればいいの？そう、ボスもいないからね。どうすればいいの？自己紹介だけ。アブリオスケです。よろしくお願いします。イケメンくん来たっしょ今回は。新人じゃないな。新人じゃないな。新人ではない。俺の先輩なんだけど、一応ってなんだ。一応先輩なんだけどね。新キャラって何？新キャラ来たでしょ。もともといた、もうオープンからいたよね。でもリニューアルオープンからいた、ね、そう初めて出るんだけど、放送ではオープンからはいた。よし、とりあえず作ろうよ。いや、レンちゃんいないとなかなかきついよな。いや、これ30分場所も今日さ、超、30分ぐらい。レンさんなんで出てるの？俺もわかんないんだよね。いきなり明日りょうすけと出てるみたいな感じで言われて、俺もいきなり出てる、とか言ってレンさん飛んだ。レンさん飛んじゃったよ。レンさん飛んだ。こっちは大丈夫はないよね、本当に。もう場所も超迷ってさ、ギリギリだよね。さっき来たし。こいつ全然道わかんない。ふざけんなよ。場所わかんないんだもん。俺方向音痴すぎてさ、全くわかんないっていう。何回出てるのよ。結構出たよね俺。うん。結構出てたけど、なんでわかんないのか。場所は覚えてないっていう。いや、場所だけ。いただきます。いただきます。行ったり来たりしまくってんの。マジね、風林会館の前をね、こうずーっと行ったり来たり、行ったり来たり、行ったり来たり。どこだよと思って。店はちゃんと迷わずに行けるわ。さすがに行けるわ。すごすぎてやばいね。うん、方向音痴系、ほんとにだよ。店はね、ちゃんと行けるんだけど、ここはなんかね、分かりにくい。頼ったもんね、りょうすけのこと。俺がなんで頼られるのか分かんない。場所分かんない。マジ、場所分かんない、間に合わないとか言ってね。だからキャスやってたの。そういうことではないな。キャス？あ、今キャスやってるよ。うん。よく間に合ったよ、さっき超ギリギリ。人に聞いてない、マップで調べた。マップでね、あれ、住所だけ打って。やっぱ元々のあれ合ってたじゃん。ね、もともとのあれ熱い。それが絶対違うって言って、違うって。やられたよ凌介、さすがだね。大輔さん来るかと思ったんだよ。俺も大輔さん来るかと思った。だまさかの2人だったっていうね。やるなレンさん、こんな感じなの。うん、初めてだから分かんない。ツイキャス気分でしょ。あ、ツイキャス気分だね。うん、レッドアイで酔っ払って分かんない。もともと来る予定ではなかったじゃない。え、でも毎回来るよ。あ、そうなの。レンさんとかいるときは毎回来るんだけど。じゃあ俺らなんかちょっと、そう、放り投げられた感じだ。そう、やってこいっつって。いきなり。昨日の夜中言われてね。何回もやってるのにマップ使わないといけない。いけないね。いけないね。方向音痴ってやだな。方向音痴やだねっつってもな。埼玉の店たまに来るよね。超たまにだけど、毎回は来ない。最近は来てないの。最近来てない、全然。毎回人について歩いてるからだよ。それあるね。それはあるわ。だってもうね、覚えてたと思ったんだけど、ね、今、20歳です。20歳です。こっち見えちゃって。そう、20歳だよね。ハットさんって何？ためだよ、ためで、同じ中学の同じ小学校っていうね。ね、そう超たまたま。
たまたまなんだよ。俺が退入行ったら、あれこいつ知ってるみたいな感じになって。いや、俺が最初に行ったんだよ。そしたら、へみたいな。みたいな。俺覚えてなかったんですよ、正直、最初。誰こいつみたいな顔してきた。いやいやいや、相当変わってたんだよ。そうだね、めっちゃ変わったの。ね、うん。相当変わったよね。いや、わかんないけど、俺自身が。同じクラスっつうかな、小学校は仲良かったんだよね。そうだね。中学校はそんな喋ってなかったけどね。誰？飲んで泣けないウォーウォー。誰？飲んで泣けないウォーウォーじゃねえな。小中でも高校は違うんだよね。高校は違う。うん。ウイル？飲んで泣くない？飲んでるよ。いっぱい飲んでるよ。実家近い系？実家近いよね、近いっちゃ。あ、二人がってこと？うん、うん、近い。店からも近いけどね、相当。それはダメだよ。店からもね、ちょっと近いけどね。そうだよ、俺も二十歳だよ、二十歳。俺の方が大人だよ。俺の方が全然大人だよ。俺の方が大人。真逆だもん、こいつガキだから。うるせえな、お前。ガキすぎて話なの。でも考え方も真逆だからね、マジで。あ、そうだね。これから。いたわ。なんで俺少年気分なの。俺ルイは少年って感じじゃない。ほんと少年でいいけどさ、いつまでも少年だからね。いや俺も着こなせるわ。ワンちゃん、俺の方が着こなせそうじゃないよ。俺の方がガキだから。歌舞伎でホストしないの。歌舞伎かしないけど。俺でもしたいよ。使う？うん、まあ、したい、うん、まだいいけどね、全然。そんなに埼玉いい？まだ歌舞伎のあれが分かんないからね。一回ね、俺も初めてのホスト埼玉だから全く分かんない。俺もそうだから、うん、分かんない。もうね、まあ埼玉でいいと思うけどね。売れるやつはどこ行っても売れると思うし、ね、そう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 、うん、どこでも通用すんだよ、うん、やり方間違いなければ。ホストする前何してたのって。ホストする前、俺職人。そっか、お前職人か。俺は美容師。通用してますかって知るよ。通用してますか。メロンパン職人。メロンパン職人だよ。何、どういうこと。意味が分かんない。何メロンパン職人って。そう、俺メロンパン大好きなの。何の話だっけ。何職人。土木。土木土木。連鎖いないとなかなかね。俺も緊張しちゃうよ、ちょっと本当に。メロンパン職人ってメロンパン作ってそうな。メロンパン食べてるよね、いつも。食べてねえよ。いつもでも何かしら食べてるね、りょうすけ。それはそれでやばいけど。一番俺見かけるの多いのがサラダチキンっていう。あー、サラダチキンは食べてる。サラダチキンめっちゃ食ってるからね。サラダチキンは食べてるね。サラダチキンしか食ってるとこ見たことない。サラダチって何。噛んじゃったね。ほら、サラダチキン褒めてる。いや、美味しいよ。美味しいね。魚チキンじゃない。魚チキン。ダイエッターだからね、りょうすけ。今ね。ヘルシー。ね。滑舌悪いんだよね。俺結構滑舌悪いよね。なんか、よくわかんないけど。滑舌悪いの。早口言葉とか言えないの。早口言葉下手だね。本当に言えない。本当に言えないし、喋りながら笑ってるからだよ。喋りながら笑ってるって言っても笑っちゃうんだもん。俺もだってちょっと舌長いから。中で中じゃねえ。マチュピチュ。マチュピチュ。うるせえ。なんだこれ。なんだこれ。滑舌悪い。滑舌アーモン。シャン、あれだ、絶対さ、シャンコのメイン俺やっても噛んじゃうと思うんだよね。いや、シャンコやんないでいいや。え、なっつって。カツレツ。カツレツ。
コーラ何コーラってハートハート来てるよ。ハートいっぱい来てる。いっぱい来てね。いくね。いっぱい来てるわ。マチュピチュって何。いやマチュピチュって何よ。カチュジェチュって言ったよ。カチュジェチュって意味が分かんないんだけど。結構これってレンさんいるとすごい、ね、結構レンさんいないと厳しいね。頑張ってる。でハットのメロンパン職人は熟女派。これ絶対知ってる人でしょ。知らないよ。ハットのどっちなんだいって来てるよ。熟女好きなの。熟女はまあ好きだけど好きだよ。お前そうか、熟女好きだもんね。結構、うん、結構好き。年上しかあれだもん。年上、うん、熟女っていうか年上かな。どんぐらいまでいけるじゃん。今二十歳じゃん、うん、どんぐらいならいける。何個差ぐらい。50。嘘でしょ。嘘でしょ。50。付き合うならプラマイ何歳まで。プラマイ、プラマイ18から50じゃね。50付き合えるの。50付き合える。嘘でしょ。50付き合える。俺もう親の年齢の1個下までいけちゃうから。マジか。親の年齢が51。ああ、そっか。うん、俺の親めっちゃでも若いから、ね、今40。美熟女だけ。美熟女、ね、おじくじょって。誰でもいけるやな。誰でもいけるって言うとなんか違くなっちゃうけど、うん、なんか秋竹城みたいな人もなタイプでしょ。秋竹城、うん、秋竹城はタイプだよ。俺も年上好きだよ。でも50はきついかな。何歳までだったらいけるの。30までならまだ、うん、30までならまだいける。俺熟女じゃないよ。うん、30は熟女じゃない。だって熟女付きなんて言ってないからね。まず一言も一言も熟女付きとは言ってないからな。50、60、70喜んで喜ぶの。まず一言も熟女好きって言ってないのに、なんか熟女系だと思われちゃってるやつ。70は違うな。ちょっとなんか凌介本当に本当に綺麗でしょ。実際まあまあまあ抱けちゃう。あ、付き合えば。抱けちゃう方だ。抱けちゃう方じゃない。抱けると付き合うは違うじゃん。ああ、間違えちゃった。70歳の佐々木希の見た目か30歳の。あ、それは70歳の。それは70歳の。お前それ話違うぞ。それお前こいつせこいな、そういうの。70歳だわ。芸能人で言うと誰がタイプだって。俺ね、堀北真希。俺ガチで言うとね、乃木坂46の白石麻衣ちゃん。母じゃねえよ。堀北真希可愛くないよ。え、何その微妙な反応。何その微妙な反応。ほら、白石麻衣可愛いってきてる。可愛いよね。ああ、綺麗系、綺麗、俺そうだよ、綺麗系の方が可愛い系じゃね。堀北真希って綺麗系でしょ。熟女、堀北真希。待って、熟女じゃない。熟女なの。何このなんかもう、俺ら熟女好きみたいになってんじゃん、全員。いいじゃん、熟女好きコンビで。やめてくれよ、お前だけでいいんだよ、熟女系男子は。熟女系男子って気持ち悪いよ。熟女系男子は、凌介だけでよ、OK、うん、俺はもう、熟女は、ね熟女、うん、じゃあ、ここで CM 入ります。
はい、来た。生け花面白かったね。なんで、ああ、なるほど。お、これ。これ来た、マキの話でも盛り上がってくからさ。二人の中学生の時、どんな子だった？中学？俺超真面目だよね。ルイは真面目だったね。俺超真面目、うん、俺ほぼ不登校。偏差値だって高1の時で68とか。すごいガチだよ。俺陰キャだった？いや分かんない。じゃあ勉強はちゃんとしてたの？勉強はちゃんとしててしてたんだけどね、うん、遊びはずっと遊んでて、サッカーもやってた、ずっと、うん、幼稚園からずっとやってたの。やってたんだよね。どうしてこうなったのって。お疲れちゃう。なんかね、高1の時はね、高1までは別に勉強嫌いじゃなかったの。でもね、なんかね、なんだろうね、チャラけたそっからね、ブワーって下がったよね。42ぐらいまで下がった、高3で。ね、陰キャだった。俺陰キャだった、わかんない。俺ほぼ遊んでたから。俺も遊んでた。サッカーが忙しすぎても遊ぶ時間なんかなかったけど、うん、そう行ってなかった系だね。俺は学校行ってた系だから、ね、ちゃんと。高校はね、ちょっとね、遊びすぎたね。やりすぎた。今俺おとなしい系だからさ、真面目になったな。ネイルしてるって来た。あ、気づいてくれた。ネイルしてる。ネイル、実は俺もしてない。最近し始めたんだよね。てかいきなりね、えいきなり俺やってきたよね。そう、俺やろうとしてたらなんかやってくる。違う、俺がネイルいいよねって話して、それで盛り上がったじゃん、そこで、うん、それで俺はもう給料入ったらそこやりに行こうと思って、うん、日曜日にやりに行った、その日の。俺やろうとしてたのに、うん、先にやられたから。もうお前真似だよ、パクリで、パクリ、パクリ。嫌じゃん。あれだよ、クロムパウダーとかさ、今流行ってて、ミラーネイルとかやったんだけど、めっちゃ目立つもんね。しかもギンギラだよね、うん、でもなんかちょっと俺普通の人からしたら多分お姉ちゃんなのって思う。お姉じゃねえよ。そう冗談。爪短いので塗ってるよ。伸ばしてない。電話悪い。電波じゃない。ああ、え、電波じゃん。電話悪いって絶対そう。あれじゃない？あ、レンさん。レンさんだよね。絶対レンさんだよね。最近ネイルしてるホストさん増加中。ほら、やっぱ。いや、ちょっと流行りに乗っちゃった系男子だからね。いや、俺も乗らない。俺も乗らない。え？乗らない。俺はもう乗らないよ。レンさんから電話来てたの。でもね、埼玉でネイルしてるホストはいないから、まだ。あー。いないでしょ。いるよ。いないよ。これで俺がやればいいんでしょ。これで俺がやったらもうどうにかな。そうだね。お化粧してる？だってルイの鼻なんかやべえよ。そう、うん、最近やり始めた。ノーズシャドウ入れすぎじゃね。入れすぎてないよ、これぐらいだよ普通。鼻シェーディング。髪の毛が落ちてるのかと思った。何、髪の毛が落ちてるのか。この線がさ、じゃあここがさ落ちちゃうんだよね。これほら、こうピロンって落ちちゃう。ああ、マイケルみたいだよ。だってマイケルジャクソン、俺マイケルジャクソン好きだもん。だってもう整形しろよじゃあ。そこは影がすごい。パウパウって何？マイケルジャクソン。あ、そういうことか。パウ。あ、自分の映像見えてるよ。影すごくない？お前も影ついてる。どこ？俺ついてる。こっちか。あ、そんなもんじゃね。大丈夫大丈夫。
君は大丈夫だ、俺大丈夫、俺やっぱ大丈夫。いやー、今月どうなるかな。二人ともお酒強い？いや、ルイは本当に弱い。弱いよ、俺は。俺は弱いよ。LINE どっちが来るかね。LINE ちょうだいっつって。こっちか。あ、こっちじゃねえや。こっちだ。ルイの方を進めちゃったよ。キャスの方コメント来てるよ。コメント来てるね。ん？コメント来てるけどこっち返せないと思って。キャスの方はなんかルイの鼻についてめっちゃコメント来てた。自信満々に弱いっていうのか。自信満々に弱いっていうよ。もう。まあでもね、仕事中でも気合だよね。うん、気合しかないからね。飲むか飲まないかだから。前より強くなったよね。そう、うん、一番最初クソ弱かったもんね。俺は弱い。弱いけ、弱いと思うけど。いや、弱い、こいつに言われたくないけど。弱い、普通だと思うよ。弱いよ。飲んでるうちにちょっと飲めるようになってくる。うん、レイは本当に弱い。りょうすけ胸ポケットからウイスキーの入った水筒出てきた。これ誰だっけ、誰だっけ。誰だっけ。出てくるよ、本当に出てくるよ。ここからサラダチキン出てきちゃうから。サラダチキンだけな。ここから俺サラダチキン出てきちゃう。やばいでしょ。確かにロシア人しかいないよ今時。アル中だもんなお前。あ、結構でも休みの日とか酒飲まないとあれだよ、なんかうわーってなっちゃう。俺もう休みの日酒飲みたくないもん。ハードボイル。休みの日酒飲みたくなくない？うん、いやなんか俺最近飲まないとやっていけなくなっちゃった。逆に飲んでないとって。そうそうそう、一日抜いちゃうとさ、月曜から、うん、なんか入れなくなっちゃう。お酒がロベルト本郷。ロベルト本郷って何？わかんない。俺もロベルト・ホンゴ、何の話だっけ。酒の強い弱いの話からなんでロベルト・ホンゴ出てきたの。俺ちげえよ、ウイスキー入った水筒からでしょ。ああ、うん、酒飲まないと弱くなるよ。そう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 、めっちゃ迷子になる。誰誰誰。最近映画見た？あ、今日でも一緒に見たよね。あ、そう、一緒に二人で。ホラー映画みたいなね、ホラー映画一緒に二人で。ブラームスかっこよかった。ブラームスかっこよかったね。今日つうか、夜一緒に飲んでて、日曜日休みで、うん、飲んでて映画借りようと思って。そうそう、借りてホラー映画と狼少女と黒王子借りてきて見るっていう。休みに飲んでるでしょ。なんか俺全然飲んでないよね。でも飲みってなって、うん、なんかルイ全然飲まないから、恋愛映画めっちゃ見てるし。こいつ DVD 借りたくせに。しかもね、オオカミ少女微妙だったね。でも二階堂ふみちゃん、うん、微妙だった。あれを一本で満足しそう。満足するよ。ウォッカ買ったのに全然飲んでなかった。飲んだよ。だってウォッカのレッドブルウォッカを作ろうと思って、スカイウォッカとレッドブルを買おうとしたんだよね。そうそう、買おうとで、ドン・キホーテに売ってなくて、オロナミン C を買う。オロナミン C じゃない、デカビタを買うっていう。デカビタのウォッカ割り。デカビタウォッカだったね。スカイよりスミノフの方が良くないだって。違うよ、スカイブルーじゃないよ、スカイウォッカ。スカイウォッカデカビタ美味しいんだから。美味しいんだから。違う。デカビタウォッカってそんな美味しくなかったよね。でもレッドブルーの方が美味しいよ絶対あれ。ん？ホラー映画何見たの？なんて名前だっけあれ。ザ・ドール。ザ・ドールか。人形なんか超あれ、新作だよ新作。新作借りてみたの。デカビタまずかったね。デカビタまずかった、マジでまずかった。何事かと思ったもん、なんか。ああ。でもあれ俺2杯飲むのに、で、一口も手つけてた。いや、一口は手つけたわ。一口ね。二口ぐらい手つけたわ。じゃあ、結構手つけたよね。あれだ、ロベルト・ホンゴーって言ったのレンさんだったわ。ルイ・ポカリにウォッカ入れて飲んでるんだって。飲んでみーだって。なんで？あれ、めっちゃ酔いやすくなるよ。そうなの？ポカリとウォッカって酔うの？何あれ、なんていうのこれ。俺読めないんだけど。わかんない。これレンさんで、これレンさんで書いてんの。なんで
え ID 覚えてたからやるじゃんやるじゃん。どれ、あ、さ、ボーイか。あ、ボーイだ、ボーイ。ドールじゃねえや。あ、そう、あ、世紀末、世紀末世紀末なんか違うやつじゃんそれ違うやつだよ。ポカリやべえよ、ほんと。ポカリ酔いやすいんだよ、してた。アクエリとか。そうなの、うん、なんで。なんか、スポーツドリンク系って酔いやすいんでしょ。へぇ、ザ・ボーイ見た方がいいよ。そんな、あれだよ、怖くない。うん、怖くはないけど、全然怖くない。なんかよくわかんない映画だった。浸透圧、透心圧、浸透圧か。何、浸透圧の関係ですっげー。すげえ吸収しちゃうんだよ、多分スポーツドリンク系って。じゃあ何、何でもさ、ウォッカじゃなくてもさ、酔いやすくなるの。すごいね、うん、え、これ、サスペンスっぽいよね。何これ、どういうこと。終わりになっちゃう、あと1分前です。あ、そうなの1分前です。ケツから日本酒入れてみんだって。それで、ケツから入れると酔うんでしょ、めっちゃそれも聞いた、レンさんから聞いた。レンさんから学んだ、その俺電車乗るからジャーナーだレンさん、じゃねありがとうございます。いいよ、今日ありがとうございます、ね、ありがとうございます。今日見てくださって、いや、また自分も出演させていただきたいと思ってますので。そうだね、メール放送だったね、今日。なんか内容が詰まってなかったから。最後、これも最後にどうぞ。じゃあ最後にどうぞありがとう。違うか、違う LINE してね、ありがとう。でもなく溜まり込んだこと見つかる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面を舐め、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。